行くわよ闇のワール。はーい、ってことでやっていきましょう。どうもラルクございます。さあということで、今回もスマホ版にゃんこライセンスをほわかの方でやっていくわけなんですけれども、最近ほわかばっかだよね。でそろそろサブアカの方でもやらなくちゃいけないんですけど、まあとりあえず今回はほわかということでよろしくお願いします。さあということで、じゃあ早速本題に入りましょう。んで今回ですね、やっていく内容に関してははい、こちら、ついにこちらのキャラクターも第3形態実装されましたので、今回は闇のワールを進化させていこうかなと思います。白のワール。さあということで、早速進化させていきたいところではあるんですけれども、ちょっと進化ボタンの方がですね、ちょっと暗くなっているんで、ちょっと一旦確認していきましょうか。はい、ということで、なるほどね。闇またたびが3つ足りないのか。なるほど。じゃあちょっと今から調達していきましょうかね。多分貯蔵庫のタレの方がだいぶ量はあるんで、もしかしたら、わ、すげえなこれ。これ待って、いつ引いたやつだ。ちょっと待って、これ何これ、全然記憶ないんだけど。ちょっと待って、じゃあ使っていきましょうか。はい、これいつのなんだろう、ちょっと覚えてないけれども、まあいいや。じゃあ全部 NP 機かな。はい、残るはね。よし、 OK。 でとりあえず大丈夫です。そうです、ババ、大丈夫そうですね。またたびの種の方がですね、48個あるんで、じゃあとりあえず3つですね、成長させていきましょうかね。はい、じゃあいきます。はい、まず1個目でございます。で、そうですね、あと残り2つ作れば問題ないんじゃないのかなとは思いますけれどもね。いやー、でもなかなか、そうだね、悪魔たたび全然ないんだね、種ばっかりでね。いやー、はい、ということでございますけれども、最近ね、悪魔たたびのステージの方もやってないんで、ちょっと久々に周回していこうかなと思いますけれどもね。はい、ということで合成完了でございます。じゃあ早速ですね、闇のワールの方ですね、進化させていこうかなと思います。あれは甘いやつね。はい、どこだ、白の、闇の、なんでそう、めちゃくちゃ間違えるな。まあいいや、はい、こちらでございます。で、このキャラクターに関してはですね、エイリアンと悪魔に打たれ強く、必ず攻撃力を下げるっていうキャラクターなんですけれども、第3形態になりますと、はいと、こんな感じでございますね。暗黒の精霊王、闇のワールドでございます。第3形態の進化で体力が大幅上昇。さらに波動打ち消し、波動ダメージも無効化にする能力を取得ということでございます。なるほどね。打ち消しか。すごいね。なるほど。じゃあまあいいや。じゃあもう早速、進化させていこうかなと思います。じゃあ行きましょう。はい。ということで、まあ、久々だな。このキャラ見るの。めちゃくちゃ久々なんだけど。ということで、なんかちょっと変わった。なんかちょっと、あれだよね。何が変わったんだろう、これ。なんか装備みたいのがちょっとごつくなったのと、あとはこの周りのたまたまが一個増えたんじゃない、これ。で、あとは右側の、これなんていうの、なんか武器みたいのが増えたっていう感じでございますね。ちょっと表現ができないけれども。はい、ということで進化させましたということでございます。そういえば前回さ、なんだっけ、なんかのキャラクター進化させた時に下のテキスト読んでなかったんだよね。なので今回は忘れずにですね、今から闇のワールドの下のテキストの方ですね、読んでいこうかなと思います。じゃあ行きましょう。星々の光さえも吸収する重力を手に入れた暗黒の精霊王、時空を歪める闇の得意点はバリアを貫き波動を打ち消す。エイリアンと悪魔に打たれ強く必ず攻撃力を下げるっていう感じでございます。なるほどね。ということでございます。まあまさかの波動ストッパー持つとは思わなかったからびっくりしましたけれどもね。おかわりいただけるだろうか。まあまさかの波動ストッパー持つとは思わなかったからびっくりしましたけれどもね。じゃあとりあえずまず試運転がてらにですね、まあいつも通りチャレンジステージの方で軽く使っていこうかなと思いますので、早速移動しましょうか。ちょっと待って、本能あるんだけどさ、ちょっと待って、本能ボタン押したらなんか処理落ちしたんだけど、いやー、びっくりした。久々だよね、画面が落ちるの。ちょっと待って、本能ボタン押しただけなんだけどね。そんなことある？ちょっともう一回確認していきましょうかね。ちょっと待って、どこだったっけ？待って、あれ？いました。はい。あれ？ちょっと待って。なくなってるんだけど。さっきのさ、本能ボタン何だったの？あったよね、さっき。ちょっと待って。あれは何だったんだろう？ただのバグ？どういうこと？あったよね、さっきね。あ、幻じゃないよね。ちょっと待って、何が起こったんだろう。まあいいや。ということで。じゃあ、とりあえず、いつも通りチャレンジステージの方で使っていこうかなと思います。
さあということで早速使ってまいりますか。まずはチャレンジステージの方でウォーミングアップの方していこうかなと思いますけれども、コストに関しては2850円でございます。じゃあそろそろ出していきますよ。じゃあいきます。はい、っていう感じでございます。さあ攻撃モーションに関しては、あ、若干変わったのかな。なんかこのね、ブラックホールっていうのはあれがすごいかっこよかったね。ウィーンってウィーンってね、ちょっと表現できないけれども、え、だからさっきのさ本能何だったんだろうね。ちょっとあれすごい気になったんだけど、また後で編集するときに確認しようかなと思いますけどもね。なんか見てはいけないものを見てしまったのか、それとも幻を見たのか分かりませんけれども、まあそんな感じでございますね。あー、でもかっこいいですね、闇のワールドでございます。はい、じゃあどうしようか。でも波動ストッパー持ってるんだよね。なんか悪魔タイでさ、なんか悪魔でさ波動持ちのキャラクターってそういえばいないよね。いるんかな、ちょっと今のところ思いつかないんだけど。なのでとりあえず一旦そうだね、まあ悪魔が出てくるステージの方で、まあ、使ってみようかなと思います。はい、まあ途中でなんかね思いついたら、まあ他のステージで使おうかなと思いますけども、じゃあとりあえず、お次は魔界編の方で使っていきます。さあということで、お次はですね、毎度おなじみ魔界編の沖縄県の方で使っていこうかなと思います。もう困ったらね、よくこのステージで使っておりますけれども、じゃあどうしようか、もう序盤からもう出していきましょうか。じゃあす、はい、ということで、まあ多分このステージだったらね、難なくクリアできるんじゃないのかなと。お、いいね、攻撃力下げましたね。であとそうだね、なんか波動を放つキャラクターがいればね、ちょっとこのストッパーでね、ちょっと防ぐ瞬間見たいななんて思うんだけど、なかなか思いつかないのよね。なのでまあそうなると対エイリアンのあれかな、なんだっけ、パラサイドブンブンとかその辺で使うのがあれなのかな。まあ、他になんかね、いい場面があればコメントで教えていただければなと思います。はい、てな感じでございますね。であとそうだね、あれ他なんか第3形態なんか実装されたキャラクターあるんだっけ。その辺ちょっと覚えてないんですけど、また後で確認してですね、なんかあればまた進化動画、まあ持ってればの話なんですけどもね、進化させていこうかと思います。あ、あとあれか、バレンタインだ。なんだっけ、バレンタインの何かしらのキャラクターだった気もしますけれども、多分ね、バレンタイン系のキャラあんまいなかった気がするんだよな。あ、いや、はい、ということで、ボス戦でございます。確かさ、このマガオに関しては、波動花かな、花たら、放たなかったの、なんつった俺も。放たなかった、あー、だよね。いや、できればさ、ね、レッパ無効とかだったら結構強いなって思うんだよ。もう悪魔と言ったらもうレッパだからね。もう嫌なぐらいレッパ出てくるからさ。ここがね、あれでもレッパ無効、待って、ないよね、多分。ちょっと待って、一旦確認していきましょうか。はい。多分、今のところこの編成で持ってるのは多分、イズと、あとはキャスとかじゃないかな。あ、違うか。キャスはないのか。あ、持ってるのはイズだけか。あー、そうか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 。なるほどね。まあいいや。はい。まあじゃあ、とりあえず再開でございますけれども。本当にね、ちょっともう、対レッパのキャラクターどんどんちょっとね、増えてほしいところではありますよね。これで結構ね、こっちの前線の方がね、だいぶ傾いちゃうからね。まあ、もっといい編成組めばいいだけの話なんだけどね。なかなかいい編成がね、ちょっと組めないんで、いつも適当になってしまいますけども。オッケーオッケー、いい感じだね。すごいバリアめっちゃさ、ビリ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 割っておりますけど、ほら、いいね。このバリア割る瞬間がすごい気持ちいいんですよね。いや、いい感じ、いい感じ。よしよしよし。なんかもうじき倒れそうな感じもするけど、まだ闇のワールド頑張るよ。まだまだ、まだ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 いけるよ。まだいけるぞ。よし、あれまだ倒れないね。わー、動き止めないでよ、もう。これなんかスピードアップオンにするとちょっと怖いんだよな。何この瞬間、何これ何これ何これ。わー、闇が動き止められたからとんでもない瞬間に止まってたね。でも、この攻撃モーションめちゃくちゃかっこいいね。超かっこいい。あ、いけましたね。はい、ということで、いけました。他なんかあるかな、なんかなさそうなんで、とりあえずこれくらいにしようかなとは思いますけどもね。はい、ということで、とりあえずじゃ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 ーす。はい、ということで、今回はですね、はい、こちら、闇のワールドということで、まあ、闇を第三形態の方にさせまして、軽く使ってみました。まあ、途中でね、よくわかんないアクシデント起こりましたけれども、まあ、また今後ですね、このキャラクターも随時、いろんな場面で使っていければなと思います。ということで、今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。